リカが揺れる、トミー・ジョン・ドミノ崩壊、大谷翔平の異例手術の真相、昨季ナショナルリーグでサイ・ヤング賞に輝いたマイアミ・マーリンズのサンディ・アルカンタラ投手が右肘の靭帯再建手術、通称トミー・ジョン手術を受けたことを自身のソーシャルメディアで公表しました。これにより今季はエンゼルスの大谷翔平投手やレンジャーズのジェイコブ・デグロム投手などメジャーリーグを代表する投手たちの肘の故障が相次いでおり、野球ファンの間でも懸念の声が高まっています。今年有力な投手陣に故障が続発しています。大谷翔平投手は8月23日に右肘内側側副靭帯の損傷が判明し、9月19日に手術を受けました。2度のサイ・ヤング賞受賞経験を持つジェイコブ・デグロム投手は昨年のオフに1億8500万ドル約276億円の契約でレンジャーズに移籍しましたが、今年6月に2度目のトミー・ジョン手術を受け、最低でも1年以上の復帰見込みとなっています。またタンパベイ・レイズの26歳左腕シェーン・マクラナハンは昨季12勝を挙げ、今年も11勝を記録していましたが、8月21日に2度目のトミー・ジョン手術が行われました。オリオールズのクローザーフェリックス・バティスタも右肘の手術のためプレーオフを前に戦列を離れました。米スポーツ専門メディアジ・アスレチックの元記者であるブレント・マグワイア氏は自身のソーシャルメディアで、今季 TJ 手術または肘の手術を受けたまたは受ける投手たちと題して計11人の投手の名前を挙げました。これに対して野球ファンからは TJ 手術を受けた投手が今年は特に多いと感じるといったコメントが寄せられています。変化球の変化方向や変化量も変わってしまうかもしれませんが、マスは滑りにくいボールを考えるのが得策でしょう。現在のシーズンではピッチクロックが導入され、投球のリズムが速くなり十分な投球間隔を取ることが難しい状況です。日本では先発投手が週に1回登板し、その代わりに長いイニングを投げることが一般的ですが、MLB では週に2回登板があるため投手にとっては負担が大きい面もあります。贅沢税やチーム総年俸の影響もあるでしょうが、ベンチ入りメンバーを増やし投手1人当たりの負担を軽減するアプローチを検討してみる価値があるかもしれません。故障によって選手が長期間離脱することよりも予防策を講じる方が経済的にも合理的である可能性が高いです。滑りにくいボールを開発すれば投手の肘の故障リスクがかなり低減すると考えられますが、この問題については進展が遅いのが現状ですね。もしかすると投げやすいボールが登場すると投手が170キロ近い速球を投げることが増え、結果として投高打低の試合が増え、野球の面白さが損なわれることを MLB 機構は恐れているのかもしれません。最近独立リーグなどでバッテリー間の距離を伸ばす試みが行われましたが、うまくいかなかったようです。ただ私たちは単に開発が進展していないと信じたいと思います。 MLB 機構は投手の肘の靭帯損傷が増加しているにもかかわらず、ボールの滑りすぎ問題にあまり積極的に取り組んでいないようです。実際MLB はローリングス社を買収しましたが、なぜか滑りがたいボールの開発にはあまり乗り気ではないようです。滑らないボールを導入すると投手にとって有利になり、本塁打の数が減る可能性があるため、野球の人気が復活するには逆効果だと考えているようです。しかし投手の健康を犠牲にしてまで野球人気を復活させることは難しいでしょう。むしろそうした措置によって投手志望の子どもたちが減少する可能性があるでしょう。滑りにくいボールを導入しても MLB の打者たちはそれに対応してくるでしょう。初年度は本塁打が減少するかもしれませんが、徐々に回復するでしょう。さらに死球の発生も減少するため打者にもメリットがあるでしょう。選手の健康を犠牲にしてでも人気を復活させようとするのはスポーツ組織としては誤ったアプローチだと言えるでしょう。明らかに現代の MLB ではピッチャーが全力でボールを投げねばならない状況が続いており、ホームランの数が増えています。これによりバッターは三振かホームランという選択肢しか残されず、全力の投球を受けることからバッターたちは強振して対抗しています。日本とアメリカの野球界で肘の故障頻度には確かに差を感じますね。その違いは NPB と MLB の登板間隔、そしてボールの性質に関係しているようです。 NPB ではチーム以下の登板間隔が一般的であり、
さらにボールが滑りにくい特性があります。一方 MLB では中4日での登板が一般的で、ボールが滑りやすい特性を持っています。この違いが MLB の投手の肘の故障を増加させている原因の一つと考えられます。肘の故障を減少させるためには、登板間隔を空けたり滑りにくいボールを導入することが一つの解決策として考えられます。また試合数の多さや過酷な長距離移動も投手への負担を増加させている要因かもしれません。そのため試合数の削減や選手への適切な球速の提供が必要かもしれません。 MLB の投手たちは球速が速いために肉体的な負担が大きいというのも事実です。しかし怪我の頻度が高すぎるのは問題であり、その原因を検証し改善策を模索する必要があります。今年のボールの変化も肘の故障に影響を与えている可能性があるかもしれません。これらの要因を考慮し、野球界全体の健康と競技力の向上に取り組むべきです。18の壁に日本の投手を拒否される。2023年のメジャーリーグシーズンでは日本の先発投手たちが素晴らしい活躍を見せました。ロサンゼルスエンゼルスの大谷翔平投手は十勝を挙げ、トロントブルージェイズの菊池雄星投手は自己最多の11勝をマークし、ニューヨークメッツの千賀滉大投手はルーキーイヤーとして驚異の12勝を達成しました。しかしまだ破られていない15年前の記録が存在します。日本からの投手がメジャーリーグでシーズン最多勝利を達成した記録は、2008年にボストンレッドソックスの松坂大輔投手がマークした18勝です。1995年には野茂英雄投手が日本からメジャーリーグに挑戦して以来、今年が29年目となります。その間ダルビッシュ有投手、田中将大投手などが素晴らしい成績を収めてきましたが、この記録を破ることはできませんでした。2020年にはダルビッシュ、シカゴカブスが最多勝に輝きましたが、その年はシーズンが短縮されたためわずか8勝でした。シーズンにおいて17勝を挙げた日本人投手も少ない中、16勝は非常に高い数字です。最近では2022年にダルビッシュ、サンディエゴパドレスがこの数字を達成しました。他にも2016年には弱熊久志、シアトルマリナーズと前田健太、ロサンゼルスドジャース、2012年にはダルビッシュ、テキサスレンジャーズと黒田博樹、ニューヨークヤンキースの2人が16勝を挙げました。野茂英雄投手は1996年、2002年、2003年の3度にわたりこの記録を達成しています。最近では投手陣が分業制に移行する傾向が強まり、先発投手が勝ち星を伸ばすのは難しい状況が続いています。それでも今年はアトランタブレーブスのスペンサーストライダー投手が20勝5敗を達成するなど特筆すべき実績が生まれました。今後ダルビッシュ、前田、大谷、千賀、菊池、そして今後メジャーに挑戦する投手たちが松坂大輔投手の持つ18勝を破ることができるのか注目が集まっています。勝ち星、それは野球の中で特別な輝きを放つ数字です。しかし最近では環境や試合の進行によって左右されやすいという意見もあり、サイ・ヤング賞を受賞する選手たちには勝ち星以外のスタッツが注目されることも増えてきました。確かにそうした見方も理解できます。しかし私自身は依然として勝ち星の価値を高く評価しています。勝ち星は試合の中でのリードを保ち、チームを勝利に導く投手の証です。この数字はスポーツの中で単なる統計データ以上の意味を持っています。勝ち星は根本的には試合でリードしている状況でしか獲得できないものです。クオリティスタートやハイクオリティスタートも非常に重要ですし、これらを達成することで先発投手の役割を果たすことができます。しかし少ない援護点の中で最小限の失点で試合を制すことができるなら、それはエースとしての真骨頂と言えるでしょう。失点数が多くても試合をリードし勝利に導く能力は試合巧者として称賛されるべきだと私は思います。野球は個人競技ではなくチームスポーツです。だからこそ投手が勝ち星を積み重ねることは守備陣や打撃陣、そしてリリーフ投手たちの奮闘とも関連しています。 MLB では先発投手が100球で交代することが一般的ですから、18勝を達成するには運も必要ですし、 NPB との比較で中継ぎやクローザーがより多くの勝ち星を挙げる傾向にあるかもしれません。しかし
それでも勝ち星の輝きは野球界において特別なものであり、選手たちはそれを追求し続ける価値があると信じています。勝利数、それは野球において特別な数字ですが、最近では外部要因に左右されやすいという意見も聞かれます。確かにサイ・ヤング賞の選考などでは他のスタッツが注目されることが増えてきたようです。ただしメジャーリーグにおいては依然として投手の累積勝利数がクローズアップされる瞬間も多いため、その価値が変化していくことはあるかもしれません。打点も同様ですね。先発投手の勝利にはその時々の運も大いに影響します。試合でゼロで相手を抑えても、味方打線の援護がなければ引き分けか負けということもあります。野球は確かに投手の調子が大きな要因ですが、打線の存在なしには成り立たないという側面も持っています。試合の勝敗には打線の援護だけでなく、後続のリリーフ陣の活躍も影響します。確かに松坂選手の18勝の年でも四球が多く、ランナーを背負う場面も多かったかもしれません。しかし20勝以上を挙げることは素晴らしいことですが、サイ・ヤング賞を獲得することは単に勝利数以上の要素が求められることも多いのです。例えばストライダー選手も20勝を挙げましたが、サイ・ヤング賞の筆頭候補とはされていないことが多いです。メジャーリーグのローテーションでも年間登板機会は限られており、18勝を達成するには投手自身の優れた成績だけでなく、チーム状況や中継ぎからクローザーまでの協力も必要です。この厳しい環境で勝利を積み重ねることは確かに投手にとっては大きな成就と言えるでしょう。